どううもありがとうございますなんかねテレフォンカードを集めてたみたいなんですよ自分の子供の頃ちょっとそういったのを紹介したいなと思いますこちら「かりますかね、ストリートファイターバリアルバトルオンフィルム」って昔さあのアメリカでさストリートファイターの実写映画ってのがあってそれをもとにゲームが作られたんですよ それのキャンペーンで、なんかね、電話をかけるんですよ。その、この電話番号にかけてくださいってかけると、なんかルーレットみたいなのが聞こえてきて、で、当たりってなると、これがもらえる。で、もらったやつですね。なんかそういうのあ,ありましたよね。電話を使った検証って昔あったんですけど、それでいただきました。これ。こういうのって使わずにとっておくもんなんですけど、しっかり使ってますからね、もう穴もバンバン開いてますからね。こんなものもあります。 でね、その電話で検証するってやってたんですけどこんなものもありましたこれ,これわかりますこれ見えないよねえー、テレスタジアムバトルストライカーカネボーのガムですねガムの検証で当たったテレホンカードなんですこのガムっていうのがそのこのテレホンカードが当たるっていうところを売りにして販売されてた商品なんですねでえー、なんかガムを買うと そこにカードがついてきてそこの番号となんか ID を入れると抽選が電話でまたルーレットみたいなのが聞こえてきて当たるってやつでんですいいでしょ次これねあのー、なんか金券ショップで売られてたんですよ、うん、これ広末涼子の出てた 秘密っていう映画のメトロカードですね。これテレカじゃないですけどね。これどこで買ったんだろうな。多分これね、あのね、名古屋で買ったんです実は。でもこれ、ね、東京の、だってまだだって英団地下鉄ですからね。その時のカードで、多分誰かがコレクションしてたものをこうやって買ったんだと思います。金券ショップで。もう使われてるやつですよ、もちろん。すごい待って。 まだ東京メトロじゃないしね最近ね、あのー、広末さんもドラマとか出てますから、もう結構いいんじゃないですか。か広末作品ってなんかすごい高値でやり取りされてるみたいなの聞いたことあるんだけどね。どうなんでしょう。ででで、どんどんましか。続いて、こちら。これ前紹介したかもしれないですね,これね。してないかな。東京フレンドパーク2の。 クオカードこの頃からクオ・カードあるんですよ。ね、このザウルスくんがウォールクラッシュに挑戦してるってやつなんですけど、これはね、あの、TBS がなんかスマホだったかな。スマホじゃなくて、普通のガラケーの時があったかな。i イモードのサイトかなんかでやってたプレゼントの商品です。これ。いいっすね。結構、結構貴重っすよね。もう TFP2。 やっぱりいいよねこういったものももらえてたんですよそういった検証でね、うん、次こちら誰でしょうこちら未使用ですよこれで、ね、誰かと言いますとねこれね声優桜井智さんですねはいこれねあのね昔スーパーファミコンでスーパートランプコレクションって言って トランプゲームができますよっていうソフトがありましてそれの発売記念の検証であの買ったその箱に応募券がついててそれを貼って送るとこう当たるっていうトモさん関係あるんですかねこれねちょっと知りたいところですけど最近ともさんのツイッターをフォローしておりますちょっと気になるところですほんでほんで次がね これ、どこだったっけなこれ。はい、これ。ソウルキャリバーのテレカでございますね。こちらも未使用です。いいですね。えー、ナイトメアです。これもなんかのキャンペーンだと思います。当選した時のやつですね。なんか、名古屋に住んでた時に、その当選した時の、こう、なんか、噛みついてたっけなわかんない。ちょっとそんな感じ、なんか、あったと思います。これがですね、えー、私の、 何かしらで得たノベルティグッズコレクションですね。はい。あと、あの今、ここにはないんですけれども、ドラクエウォークのコラボ企画で、あのなんだっけ、サントリーの自販機に、だいたいコラボステッカーみたいなのが貼ってあるやつ、それをスマホで写真撮って送ると、抽選でクオ・カードが当たるよってやつが当たって、まだ未使用で残ってます。ちょっとここになかったんであれ、今日お見せできないですけど。 そんなのもねちょっっとあったりして、ね、コレクションはどうなんすかねこれ金になるのかな本当に欲しい人に譲ってもいい感じにはなってますよねそこまで興味があるわけじゃないからね。だってほら昔なんてそういうの全く知らないからもう使っちゃってるからね。ストリートファイターとかフレンドパークとかね。使っちゃってますから。なので、えー、ちょっともし,もしあのこういくらで。 受け取ってくださいみたいな人がいらしたらお声がけください。もしくはメルカリに出すかもしれません。まだこうメルカリとかそういったフリマサイトに出さないでくださいみたいな張り紙がなかった頃ですから、まあ、こっちの権利です、はい。ということで、ありがとうございました。